エノキタケは、タマバリタケ科のキノコの一種。コジッタイは、古くから食用とされ、エノキタケ、ナメタケ、ナメススキ、雪の下とも呼ばれ、特に食用のものについてはしばしば、エノキと縮めて故障される。エノキ、カキ、コナラ、クワ、ポプラ、ヤナギなどの紅葉樹の枯れ木や切り株に寄生する、木材普及菌。コ実体の発生時期は、気温の低い季節であり、 晩秋から初春にかけて、雪の中からでも発生する。傘は、直径2から8センチメートルで中央が栗色あるいは、高褐色で周辺ほど色が薄くなり、傘の円は薄い黄色、または、クリーム色である。傘の表面は滑らかで強いぬめりと光沢がある。傘は、陽金では、丸みが強く、後次第に広がり、満洲型から後水平に近く開く。 ヒダは上昇、ややまばらでクリーム色あるいは白。柄は高さ2から9センチメートル、直径2から8ミリメートルで、中空、繊維質である。太さは上下ほとんど同じ。柄の表面は細かい毛に覆われ、ビロード状上,上部は茶色で下に行くほど色が濃くなり根元は黒褐色となる。この柄の特徴がこのキノコを見分ける最大の特徴であり、 そのため、足黒なめこの名で呼ばれることがある。生のエノキタケには鉄サビを思わせるような独特の匂いがあるが、この周期は加熱すれば消失する。売られているエノキタケのほとんどは光を当てずに栽培したものである。菌類は光がいらないと思われがちであり、実際、光合成は行わず、成長そのものには光は不必要である。ただし、多くの菌類は、 小実体や、胞子形成において、光の影響を受ける。光のあるところに出て、胞子を作る方が胞子を広く飛ばせる可能性が高い、ため、光を求める性質を持っている。従って、光のない場所で、小実体形成を行わせると、光を求め、もやしのように細長く頼りない姿になる。えのきたけも光のある場所では、殻が、 短くしっかりした傘を持つ姿になる。なお、現在の白い栽培品種は、光が当たっても着色しないものが使われている。蚊が太しきゅうりのなめたけや野生のものは加熱すると、粘りが出るため、それを活かした料理に適する。鍋物、炒め物、煮物に使われる。また、瓶栽培したものを煮て、とろみをつけて味付けしたものが、なめたけなめこなどの名称で。 瓶詰め等として市販されている。変わったところでは、海苔状に細かく練りつぶしたエノキタケを混ぜ込み、凍らせたエノキ氷というものもある。なお、生のエノキタケに含まれる、タンパク質のフラームトキシンには、共振作用もあると言われているが、溶血作用があるので必ず加熱して食べる必要がある。稀な例として、アレルギーによるアナフィラキシーが報告されている。また、 椎茸など他のキノコ類と同様に栽培用媒地の成分により発生する小実体に含まれる栄養成分は変動するため栄養価として一般に公開されている成分は目安となる。エノキタケの栽培エノキの栽培種と野生種。栽培種は白い色で細長く成長しているが野生種は茶色で太く成長している。現在広く行われている。 金賞栽培法の原理を発明した京都伏見の森本彦三郎は、まず椎茸の栽培に成功し、ついで1928年にエノキタケの栽培に成功している。今日、工場における瓶栽培によって一年中出回るキノコであるが、野生のエノキタケと非常に異なる、姿のもやし状態に育てたものが一般に出回る。そのため、 野生、あるいは穂炊栽培のエノキタケと、瓶栽培のエノキタケでは、味覚も極端に異なる。瓶による人工栽培法は、長谷川五作が考案し、1931年頃から、長野県松代町で始められ、1942年に一時中止となったが、1953年に再開、1960年代には全国に広がった。 金額では椎茸に及ばないが、日本で最も多く生産されるキノコである。2010年に14万951トン、328億円が生産された。2015年9月、なめタ製造大手の小松食品が倒産し、国産加工用えのキタケ価格高騰の原因となった。エノキタケから得られた抽出物を用いた体重 BMI。 体死亡率、内臓死亡率低下、及びその有効接種量と安全性に関する人、介入試験が複数ある。ありがとうございます。